みなさん、こんにちスワイプー、鈴代さゆみでーす。はい、みなさんこんにちスワイプー、楠木ともりでーす。うわー、イエーイ。最新情報をお届けするガンガン GA チャンネル、今月は私たち2人が担当します。嬉しいね、嬉しいね。で、前回は、イモザスペシャル、そう、ね、ちょっとジャックさせてもらって、そうなんですよ、なんか7月ぐらいだったかね、夏ぐらいに確か撮らせてもらって、ただちょっと触れ損ねてたんですけど、その前回の時に緊張しすぎて、袖が長かったんですよ。そう、今日はね、もうもう長いですけれども、いやでもほら、ここはだから、あ、私ちゃんと守ってる、守ってる。私もほらここに線入ってる。それは切り返し見えないかもしれないけど、まあでもね、もう今回からは、このガンガン GA チャンネルのね、このロゴも可愛いよね、なんかパステルで。ありがとうございます。いや本当ありがとうございます、関係各社の皆様、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。いや本当にまたね、こんにちスワイプがね、できるから、ね、できた、嬉しい。前回緊張しすぎてたからね、ちょっと私、ガン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 ってなって、我ながらさ、ういういしいなって思った。ういういしかったね。今回はちゃんと堂々と、はい、映像でしか、そうなんですよ、届けない、お届けできない魅力もね、たくさん動けるし、そう、たくさん動けるし、動こう、うざい動きをたくさんできる、ね、やっていきたいなって思います、うん、はい、はい、ということで、それではそろそろオープニングページをめくりましょう。くぞ、せーの、スワイプスワイプ。鈴代と楠木のガンガン GA チャンネル。鈴代と楠木のガンガン GA チャンネル。この番組はガンガン GA と漫画アップ、ご覧のスポンサーの提供でお送りいたします。ガンガンオンライン5月の最新刊は、その極道、心の中は極甘につき、最強ヤクザの心の中は意外と優しい1、究極の透け感がここに。タイツをこよなく愛する同志に捧ぐ、タイツで癒してくれる嫁、恋愛小説家の皇太子と高級の事件を結び解く、高級の結び人1。ガンガンコミックスオンラインは毎月12日発売。ガンガンオンライン。それでは、はい、番組に届いたお便りをご紹介していきましょう。いやー、なんかたくさんいただいたみたいで、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあまず、森のくまさん、はい、いこうかな。じゃあ私が読ませていただきます。鈴代さん、くすのきさん、こんにちスワイプ。こんにちスワイプ。やばいやばい、身構えちゃった。スワイプが来ると身構える癖がね、ついちゃってるから。はい、あ、読みますね。ガンガン GA チャンネル新パーソナリティ就任おめでとうございます。ありがとうございます。そして GA フェス2021イモーザステージお疲れ様でした。ありがとうございます。お二人とも終始わちゃわちゃで楽しい配信でした、うん、さらになんといってもイモーザのアニメ化発表は本当に嬉しかったです。嬉しかったね。嬉しかった、本当に。最後にサプライズで鈴代さんへの誕生日ケーキが出されて、アニメ化とのダブルサプライズでパニック状態になる鈴代さんは面白かったです。お二人にですが質問、あのサプライズの裏話などあればお聞かせくださいといただきました。いや、まず本当にね、アベマさんのね、うんうん、生放送で、うん、ちょっとちょうど誕生日が近くてケーキをサプライズで出してもらって、全然気づかなかったんですよ。頑張ってたんだ。ど、な、顔に出ない。そうだよね、当日に。そう、泊まりも聞いたんだっけ。そうだったの。そうだよね。で、時間がやばかったらケーキ出ないんでって言われて、えみたいな感じで、どうしよう、終わらせないと、セイミンにケーキを渡せないと思って、どうしよう、時間ってなってた、ずっとなってた。よかったよ、ほんとに。出てきてホッとして、はぁってなっちゃったもん。あ、そういうことだったんだね。私がホッとして嬉しくなっちゃった。あ、よかった、うん。裏話的なとこだと、終わった後にあのホールの大きいケーキをいただいてたので、うん、終わった後ね、なんか泊まりとか他のスタッフさんとこう分けて食べたいなと思ってたんですけど、まあ、昨今のね状況もあって、うん、なかなか楽屋もね一人一つっていうか、うん、で用意していただいてたのもあって、一人でホール持って帰って食べな、一人でいただきました。食べなさい、あなたがって言ってね。
美味しかった。美味しかったです。程よい甘さでね。何日ぐらいかけて食べたマンホール？ね、2日。早くない？2日で食べちゃった。1日で、3分の2ぐらいいって。ほう、すごいね。食べちゃったね。半々じゃないのね。半々じゃなかった。3分の2いっちゃった。3分の2いっちゃった。結構いったね。結構いっちゃった。でもね、そんなとこが可愛いよ。ありがとう。可愛いよ。でもね、何よりもこの GFS の苦労人は、うん、このガンガン GA チャンネルもね、あの今日からあのいろいろご担当いただいてます作家のテムさんのが一日全部台本書いてらっしゃったみたいで。恐ろしくない？やばいよね。今後もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。スタッフさんとお送りしてきますけれども、ね、でも本当に嬉しかったね。ね、本当に早く新情報が欲しい。そうだね、そうだね。まあ、でも今日もね、妹座のコーナーもあったりしますので、ぜひやっていきたいですね。やったね。じゃあお次行きましょうか。では次は続いてクイーンさん、さゆみんともりるこんにちスワイプ。スワイプ。あー、何それ。どうしちゃったのともり。こんにちから言おうとしちゃった。確かに。こんにちスワイプ、こんにちスワイプって行こうとして、こうって言った。あーって言った。もう分からんかった。そうだね。スワイプ。はい。はい。新パーソナリティ就任おめでとうございます。ありがとうございます。はい。個人的に、元からお二人を応援していたので、前回のイモーザスペシャルも大喜びで視聴しましたが、これからはパーソナリティとしてまた拝見できるということで、とても嬉しいです。さて、始まったばかりではありますが、お二人はこの GA チャンネルで何かやってみたいことはありますか？よろしければお聞かせください。まあでも、今までの先輩パーソナリティの方々も、いろいろね、やってますよ。お花見だったりとか。やられてたね。やられてましたよね。かき氷とかも作られて。ね。ね、私たちも結構そのここの何スタジオでさ、うちわだったりとか、ね、いろいろね、作らせてもらったり、うん、何やりたい？あのさ、室内でできるさ、砂遊びのやつやりたい。何それ。なんだっけ、何なんとか、なんとかサンドっていう。サンド食べれんの？サンドってね、砂って意味だよ。そうしろー。サンドは砂だよ。やめてよ、いきなり横文字使うの。名前なんだって。なんとかサンド、キネティックサンド。キネティックサンド、なんか室内でできなんかバラバラにならないの。こわーってならないの。スライムみたいなこと？あ、みたいな、なんかこうギュッてやると固まるけど、ホロホロってやると砂みたいになるみたいな。面白い。泥団子作ろうよ、じゃあ。そう、やりたー。泥団子作れるか分かんないけど、やりたいの。砂遊びなんてしばらくしてないから。どうですか、ちょっと後片付け大変ですか？あ、でも室内用のやつだから。あ、そっか。そんなに大変じゃない。すごい、なんで知ってたの、そのサンドの存在。興味があったの、ずっと。え、いつの日か調べたの？そう。あ、そうなんだ。え、てか、なんかで見たんだよね。なんだっけな。なんかで見て、気になってた。たまたまおもちゃ屋さん通りかかったのか、わかんないけど、あって。ほら、夏とかにさ。あ、いいね。ね。確かに。海っぽいなんか飾りと一緒にやるみたいな。そうそうそう、してなんか作りましょうみたいな。楽しそうかなと思って。いいんじゃないですか。いいんじゃないですか。チラッチラ。え、いいね、面白い、ね、いいでしょ。私は砂がサンドっていうことを今日知りました。マジ？ありがとうございます。オッケー。学べる、ね、学びの回でございます、はい、ありがとうございます。え、サイミンは？でっかい紙飛行機とか作りたい。え、実験するの？実験してみる。実験する。なんか本当に飛ぶのかみたいな。あ、それだと外になっちゃいますからね。まあ、ね、室内ってなると難しいですね。室内だともうゴンってなんて終わるから、ね、多分入りきらなくて終わる。ねえ、うん、そんな大きいの作るねえってやったけど、そんな大きいの作る。そうなの、こんなのね。こんなのなっちゃって。やってみたいこといっぱいあるね。そうですね、つどつど行っていければいいなと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。なんせ初めですからね、うん、じゃあお次行きたいと思います。ほいほい。うまこさんいただきました。ありがとうございます。サイミンともいる新パーソナリティ就任おめでとうございます。ありがとうございま す。ガンガン GA チャンネルのパーソナリティですが、作家さんからガンガン行ってこいと指示されたら、お二人はいつもよりどこを頑張りますか？これはクエストするやつ。そうですね、ですね、こういうやつですね。ガンガンのやつですね。なんだろう、どこを頑張る。ガンガン行けって言われたらやっちゃえよってことでしょ。もしラジオとか生放送だったら、ブレーコー的なやつを頑張る。あ、なるほどね。ノリをね、ノリを頑張る。あ、テンション。私あれかも、ちゃちゃ入れを頑張る。よいしょとか言って
ガンガン行くならノリだね。私たちはノリをガンガン行きます。やだ、ノリで行かせない方がいいと思う。だからね、そうだね、落ち着いてた方がいいと思う。私たちは結論出ましたね。冷静で行ってくださいって言った方がいいかもしれない。冷静でこれだから多分冷静でこれうるせー、はい、ということで、はい、今回のご紹介以上となります、はい、皆さんからのお便り引き続きお待ちしております。絶賛発売中のヤングガンガンコミックスはテレビアニメ化決定、ますます絶好調、コスプレラブコメ特装版も同時発売中、そのビスクドールは恋をする、大量重版決定、鬼才新興諸島が送る新たな最強賢者ファンタジー待望の第1巻、異世界転生で賢者になって冒険者生活、魔法改良で異世界最強1。うますぎる話の裏には壮大な野望が。テレビアニメ化決定の弱小国家運営譚待望の最新刊、そうだ売国しよう天才王子の赤字国家再生術3。ヤングガンガンコミックスは毎月25日頃発売。ヤングガンガン。ここからはこちらのコーナーをお届けします。ガンガン GA ピックアップコンテンツ、イエーイ、はい、こちらのコーナーではガンガン GA チャンネルがおすすめする作品を取り上げて皆さんにご紹介していきます。はい、まずピックアップする作品はこちらです。引きこもり吸血鬼のモンモン、イエーイ、はい、第11回 GA 文庫大賞優秀賞受賞作のこちらの作品は、うん、はい、小林古典先生作、リーチ先生イラストにて GA 文庫から発売中の作品となります、はい、この作品の刊行記念 PV では主人公小森を私が、そしてメイドのビルをさゆみんが担当しております、はい、そして5月15日頃に最新第5巻が発売ということで、うん、そちらを記念してのピックアップとなります、うん、ちょうどこの配信日前後ぐらいですかね。はい、まずはじゃあ作品のあらすじを簡単にご紹介します。お願いします。たとえ世界がひっくり返っても私は引きこもる。引きこもり少女の寺こまりこと、こまりが目覚めるとなんと帝国の将軍に大抜擢されていた。しかもこまりが率いるのは下克上が横行する血生臭い荒くれ部隊。名門吸血鬼の家系に生まれながら血が嫌いなせいで運動神経ダメ、背が小さい、魔法が使えないと三拍子揃った困り、途方に暮れる彼女に腹心となってくれるはずのメイドのビルが言った、うんうん、お任せください、必ずや部下どもを勘違いさせてみせましょう。自己評価最低、他者評価最高、ダメダメ美少女が大勝利。ハッタリと幸運を頼りに快進撃するコマリの姿を描いたコミカルファンタジーとなっております。すごいね、情報多めでしたけれども、なかなか、はい、以前ね、どんどんどん私たちが出演した時は、はい、あの作品についてまだ深く言えなかったんですけれども、そうなんですよね、あの時より詳しく話していいよってスタッフさんが言ってくださって、はい、そうなんです、作品のポイントをまとめていただきましたので、はい、そちらをご紹介していきたいと思います、はい、この作品はですね、引きこもりの、ダメダメな女の子がその境遇を覆して勝利し友情を築いていくお話的
はい、こまりは引きこもりだけど正義感が強くて勇敢、自分は弱くてダメダメだと思っていても悪や暴力に屈せずに立ち向かっていきます。強い子ですね。強いね。で、実は本人は弱いつもりなんですけど、はい、血を飲むというトリガーを引くことで、はい、最強無敵の存在になるんですけれど、もう本人には記憶がないので最強だという自覚がないと。なるほどね、うん、多くの仲間たちと絆を結んでいく友情、引きこもりが、引きこもりがどっちやねん、分かんなくなっちゃった。引きこもりが、屈強に立ち向かっていく努力、そして最後に超絶能力で勝利する友情努力勝利な作品だそうです。あれ、これはなんか聞いたことあるなんか聞いたことがあるね、聞いたことあるね。あれ、この3つなんか聞いたことあるね。この3つなんでしょうかね。なんだろうね、これなんでしょうかね。これですかね。なんだろう、気のせいか、気のせいかね、気のせい、わかる人はね、わかるかもしれないけど、まあ、それ置いときまして。はい、そうですね。だからもうひたすら可愛くて強い女の子が、うん、ね。まあでもそれこそその最初に PV 撮らせていただいた時も、うん、最初なんか結構コミカルなところもありつつ、うん、最後で結構ガラッと雰囲気変えた PV だったみたいなとこもね、うん、こういうところに繋がってくるのかなっていう感じでしょうかね。うん、はい、この血を飲むっていうね。ところがね。気になっちゃいますね。気になっちゃいますね。血を飲んじゃってどういう気になっちゃう。気になっちゃう。気になっちゃう。はい。では続いてキャラクターもご紹介していきます。まずこまりちゃんです。こちらですね。吸血鬼なのに血が飲めない。ことによって成長が伸び悩んでしまって、しかも魔法も使えません。そのことが原因で引きこもりライフを送ってきました。でね、今回マル秘情報がそうなんですよいただいておりまして、ね、スカ読んでしまって、まずコマリの誕生日です。誕生日だ。コマリの誕生日は、はい、2月18日、うん、午後8時17分。すごいとこまで書いてある、はい、細かく言っておりますけども、ね、はい、ツイッターでしかね開示されていない情報だそうで、うん、なおかつしかも一瞬しか映らなかった、映らないのですが、ちゃんと発見しているファンの方もいて、今年の2月18日には閣下生誕ツイートをしてくれてる人もいましたと。はい、なお、ムルナイト帝国には秒までカウントできる計測手段がある模様で、魔法が発達してますからね。なので、そうだね、午後8時17分。うわぁ。何秒かもね、ぜひ今度。秒まで知りたい。知ると知りたいところですけれども。となっております。そっかぁ。しかも、コマリ野望もございますよ。はい。野望がね。野望、なんでしょう、まあ。こんだけかっこいい子だから、かっこいい野望かと思いでしょ。そうだね。違うんですね。何ですか？蜂蜜のプール。なぁ、綿菓子のベッド。何それ。メルヘチク。かわいい。そう、なんかちっちゃい時の、なんか、うまい棒大人買いしたいみたいな、ね、やつですか？そういうやつですね。すごいね。甘いもの大好きということで。かわいい。まあ、そういった可愛さのギャップもございます、ね、綿菓子のベッド、うん、雲の上に乗りたいみたいな感じなのかもしれない、ね、そこで寝てるの見たいもんね。ね、あったそういう野望、ちっちゃい頃、うん、でも雲の上には行きたいと思ってただよね。わかる、やっぱ人類は人類みんな思い描く夢だよね。みんな思うよね。そう、それも謎みたい。じゃあお次、続いてビルです、うん、ビル、こちら自称コマリ様の忠実な部下、公私ともにコマリを支える頼もしいのかおちょくっているのかわからない優秀な過去派手な参謀。でこちらもね、あのマル秘情報をいただいておりまして、ビルの苦手なもの、結構ね、そのなんだろう、ちょっと達観してるというか、う、ね、冷静になんかコマリ様をこうおちょくってる感じがよく出てるんですけれども、うん、苦手なものがあるらしくて、これがまた可愛いんですよ。雷サンダーサンダー、そこは英語なのね。そう、サンダーじゃなくてね、サンダーですから、これ横文字なの、知ってますよ、それは。はい、という状況証拠。はい、最もはっきりと描かれているのはメロンブックスノベル祭りスペシャルアンソロジー収録のショートストーリーにあるということで、まあ、またね、あの発売されます最新第5巻でもビルと雷のシーンが描かれていますとのことで、絶対可愛いじゃん、絶対可愛いから、ギャップですよね。そうですね。そうなるとこう一見弱点なんかなさそうなビルに、うん、実は怖いものがあるっていう。かわいいね。かわいいですね。いいですね。はい、愛されキャラでございますね。はい、はい、まあ、そんな主人公コマリとビルの2人といえば、うん、前回私たちがお送りしましたガンガン知恵チャンネル第74回でもお送りしました、はい、あの小林先生書き下ろしのミニ朗読劇が今回もございます。よっよっマジですか、いいんです
かやらせていただいて。いいんですか、いいんですか。しかもですよ、もちろん今回も新規書き下ろしとのことで、ヤコバ先生本当にいつもありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは久しぶりの2人で元気いっぱい、元気いっぱいに演じてみたいと思います。はい、それではお聞きください。コマリは休暇をいつ取れる？コマリ様、先ほど隣国に宣戦布告しました。早速攻め滅ぼしに行きましょう。意味わかんないよ、なんでむやみに争いの種をまくんだ。コマリ様が七具天大将軍だからです。隣国の獣人どもを殺戮してオムライスの具にする義務があります。そんな義務あってたまるか。宣戦布告は取り消しておいてくれ。私はこれからお昼寝をするんだ。何をおっしゃっているのですか。今日は月曜日ですよ。なあビル、月曜日だからって働かなくちゃいけないルールがどこにあるんだ。月曜日はお昼寝をする日に法律で定めるべきだと私は思うんだ。それもそうですね。ではお昼寝をしているコマリ様を抱き枕にして私も寝ます。やめろ。嫌ならお仕事です。さあ私と一緒に血湧き肉を踊る労働に勤しみましょう。勤しみたくない、もうやだ。私は有給休暇を使うぞ。そうですか、承知いたしました。申請しておきましょう。え、てっきりダメですって言われると思ったのに。どうしたんだよ、変なキノコでも食べたのか。失礼ですね、私はコマリ様の忠実なるメイドですよ。私が今までコマリ様の命令に背いたことがありましたか。背かれた記憶しかない。ひどいです、泣いてしまいそうです。ごめん、お前は忠実で優秀なメイドだったな。一緒に休暇を楽しもうじゃないか。では旅行に行きませんか。旅行？引きこもってばかりいると運動不足になりますよ。行きたいところはありますか。ない、私は夢の世界に行きたい。でもコマリ様、ビルと新婚旅行するなら星空の綺麗な雪国に行きたいなって言ってたじゃないですか。いつ私がそんなこと言ったんだ。昨晩私の夢の中で言ってくれました。お前の妄想じゃねえか。とにかく今日はゆっくりしたいんだ。どうしても旅行に行きたいなら別の機会にしよう、夏休みとか。そうですね、夏になったら世界一周しましょう。ついでに世界征服をしましょう。しないよそんなこと。いずれにせよ今日の予定は私と二人でお昼寝に決定ですね。久しぶりの休暇です。おや、どうしたの。たった今メラコンシー大尉から連絡がありました。隣国が軍を出動させたようです。あー、宣戦布告取り消したんじゃなかったの。取り消し忘れました。おい、代わりに有給休暇を取り消しておきます。おー、敵将は早く来ないと殺すとのたまっているそうです。もうダメだ、終わった。私が死んだらお墓にはオムライスを備えてくれ。大丈夫です、コマリ様は死にません。烈火解放、孤高の弔いがあるじゃないですか。なんだよそれ。その力を使って殺人鬼やテロリストを駆逐してきたはずですよ。あれは隕石の仕業だろ。ついでに様々な女たちをたぶらかしてきましたよね。春にはサクナメモワール殿と不純な交友関係を結び、夏にはネリア・カニンガム殿と不埒な行為に及び、秋にはアマツカルラ殿の血を吸って誘惑しました。私は嫉妬でどうにかなりそうです。人聞きの悪いこと言うなよ。いや待て、そうだ、みんなに救援を求めよう。無駄です、皆さん有給休暇を取っているようで。なんであいつら普通に休めるの。さあ殺戮旅行の始まりです、戦場へ出発しましょう。知るか、私は絶対引きこもるからな。はい、ということで小林先生の新規の書き下ろし朗読劇でした。楽しい、楽しいね。淡々とボケて突っ込んでいく感じが、そうだね、勢いが楽しい。なんかもう結構このビルとコマリをね、こうやってちょっと演じさせてもらってもう 2,3 回目ぐらいでしょうか。なんかね、ちょっとずつこう、なんかついてきたというか、お互いのテンポ感がね、ね、分かってきたね、こうやってなんか実際にね、やるのも楽しいですな。嬉しいですね。はい、はい、これで入門と復習はバッチャレでございます。バッチャレ、はい、皆さん手に取ってみたくなりませんか。そんなあなたに朗報です、朗報ですよ。
最新第5巻がドゥルル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 キャラクターの掛け合いによる宣伝コメントを用意してくれました。なんと、ね、この書き下ろしに加えてということで、うんうん、こちらをやってみたいと思います、うん、それでは行ってみましょう。コマリ様、今日もお仕事です。いやだ、私は引きこもる。お前は仕事ばっかり持ってきて、どっか行っちゃえ。じゃあどこかに行きます。ビルがいなくなるとそれはそれで困ったぞ。ビルを失ったコマリ、そして燃え上がるテイト、コマリの運命やいかに。みんなさあコマリ様、反撃です。みんな行くぞ。引きこもり吸血鬼のモンモン、最新5巻好評発売中。テイト炎上、国家存亡の危機にコマリ立つ。はい、ということでお届けいたしました。ビルがさらっと、ビルいなくなっちゃう。それはそれで困ったぞ。困り困ったわ。にも引きこもりだね、本当に ね、うん、引きこもり困っちゃったぞ。困っちゃったよって。その後ほら、ね、反撃っぽいことがなんかあったらしいですよ。ね、気になりますね。楽しみですね。楽しみですね。はい、はい、ということで、これを聞いて気になった人は1巻から順番にチェックをぜひよろしくお願いいたします、うん、はい、ここで改めてシリーズ情報です。引きこもり吸血鬼のモンモンは GA 文庫で4巻まで発売中です。最新巻となる5巻が5月15日頃に発売となります。ぜひよろしくお願いいたします。お願いします。ということで、ピックアップ1作品目は引きこもり吸血鬼のモンモンでした。 GA 文庫5月の最新巻は、引きこもりたいのに引きこもれない、こまりの明日はどっちだ。引きこもり吸血鬼のモンモン5、積もる思い、歯がゆい関係、幼馴染とのすれ違い恋物語。痴漢されそうになっている S 級美少女を助けたら隣の席の幼馴染だった4。その他こちらの人気シリーズも続々登場。 GA 文庫は毎月15日頃発売。 GA 文庫。のどかな高原に300年暮らす不老不死の魔女、社畜の私はもういない。素晴らしき第二の人生。彼女のもとに続々やってくる普通じゃない家族たち。我を弟子にしていただけないでしょうか。ママすごい。娘として鼻が高い。高原の魔女さんに助けてほしいんです。こっちは3000年生きとる上級魔族じゃぞ。もう何とでもなれなのだ。チャンス、今日からここで世話になることになりました。そして始まる家族たちとのとびっきりなスローライフ。しかし穏やかな生活を目指そうとしても、まるで荒波のように次々と困難が襲いかかってくるのです。歳出大変。私は食材じゃないです。誰だろう。高原の魔女様バージョン。賑やかになりましたね。結婚してるの？変なことを聞くでない。私たちはもう家族なんですから。いただきます。お主らのそばにおると面白いことが起こりそうで楽しいな。家族の多いスローライフもそれはそれでいいんじゃないかな。スライム倒して300年、知らないうちにレベルマックスになってました。4月10日土曜放送開始。続いてピックアップする作品はこちらです。友達の妹が俺にだけうざい。きたー、きたー、きました。はい、こちらですね。まずは作品をうざい感じでご紹介します。はい、これちゃんと台本にカッコうざくって書いてあるんで、はい、うざくいきたいと思います。忠実にいきましょう。友達の妹が俺にだけうざいは GA 文庫初のイチャウザ青春ラブコメでーす。
生執筆、人気イラストレーターのトナリ先生がイラストを担当。現在第7巻ラッキーセブンまで発売中で、シリーズ累計40万部突破、イエイ。テレビアニメ化を決定している大人気作品だよーん。にゃーん。コミックも漫画アップで連載中のほか、ドラマ CD、ラジオなど様々なメディアミックス展開中で、私たちはドラマ CD とウェブラジオ、友達の妹がラジオでもうざい、通称うざらしいね、パーソナリティとして2人でやってます。それだけじゃわからないって。特別ですよ。あらすじもご紹介しちゃいます。トマリル、よろしく。ここはうざくて書いてないよ。本当だ。書いてないよ。普通に読みます、はい、読みます。お願いします。慣れ合い無用、彼女不要、友達は真に価値ある一人だけ。いや、ギャップ。青春の一切を非効率と切って捨てる大星アキテルの部屋に入り浸る奴がいる。妹でも友達でもない、うざさ極まる面倒な後輩、親友の妹、妹になっちゃった。 妹ではない。妹になっちゃった。親友の妹、小日向いろは。先輩、デートしようとか言われると思いました。血の代わりにエナジードリンクが流れてそうなこいつは、ベッドを占領したり寸止め色仕掛けをしてきたりと、やたらと俺にうざがらみしてきやがる。こっちは毎日忙しいったのにお構いなしだ。しかしまあ、どいつもこいつも羨ましそうに見てくるのはどういうわけだと思ったら、イルハのやつ、外では明るく成績優秀、優しくて気配りができる清楚な優等生、優等生として大人気らしい。おいおい、だったらどうしてお前は降りなきゃいけないのよ。ね、待って、ここ普通に読むじゃなかったのかよ。途中からうざくなっちゃったじゃん。やっぱさ、この分さ、なんか私たちを変にさせるよね。変にさせるよね。今まで、最後の一読んでたんですよ、これ、なんか変だったもんね。なんか最後がね、いつも変だった。だったら、どうしてお前は俺にだけうざいのよ。なんかさ、いつもたまにもさ、飽きてるはそんなじゃないよみたいな言ってたけど、変になるよね。なるよね。飽きてるってなんだっけってなっちゃった。そうなの。あれ、飽きてるどんな感じだったっけって。まあね、本編の方ではちゃんと石谷さんが、きっちり演じていただいております。声を演じてくれておりますので、はい、皆さんよくわかりましたよね。こんな作品になっております。分かったかな。はい、さてさて、そんな妹座なんですけれども、8月に最新8巻のドラマ CD 付き特装版が発売となります。やったね。8月に8巻って ね、もういい感じで末広がり、末広がり、めでたい。新キャラと新キャストが登場ということで、はい、今回はね、こちらをイラスト付きでご紹介します。どうぞ。こちら影石みどりちゃん、まさか悪いことを企んでるんじゃないでしょうね。絶対違うよね。はい、高校2年生、影石すみれの妹、すみれをすみれお姉ちゃんと呼び慕っています。いい、ね、入学以来テストで全教科満点を取り続ける怪物級の優等生、まあ、当然学年の主席ということで、生真面目委員長気質だが思い込みが激しく、勝手な勘違いで暴走することも多数、また演劇部部長でもありますが演技は壊滅的、飽きてるからは脳内桃色疑惑がかけられている、真面目で潔癖すぎてうざいということです。はい、可愛いですね。可愛いですね。いい感じで、これちょっとヒロインの座がちょっと及ぶまれておりますけれども、だって優等生でしょ。いろは以上に優等生ってことです。いろは、まずいよ、まずいよ、はぜいよ、まずいよ、星いっぱい散らさないと。キラ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 ということで、はい、そんな第8巻の本編は京都へ修学旅行ということで、まあ、京都が舞台ですね、はい、なんと8月発売のこの本作のあらすじが早くも到着したということなので、早速こちらご紹介していきたいと思います。いろは、寂しがってんのかな。絶対違うんだ。修学旅行、それは青春の一大イベント。旅行中に差をつけるためアキテルへの積極アプローチで勝負に出た真代。しかし修学旅行中に動き始めたのは真代だけではなかった。大星くん、嘘ついてるよね。だったら私にもチャンスがあるってことだよね。想定外の強力ライバル出現で真代に激震走る。その頃、一人ぼっちで取り残されたイロハは怒涛の遠距離うざがらみを開始。
さらにイロハがそれだけで終わるはずもなく、恋する乙女たちが清水の舞台から飛び降りる。メインヒロイン不在で混迷必至のイチャウザ青春ラブコメ地獄の修学旅行編スタート。今回イロハはお留守番、遠距離でイロハはどのようなうざがらみをするのかお楽しみにしていてください。おー、なるほど。じゃあほらやっぱヒロインいないって。ヒロインの差が危ないって、ね、危ないよ、危ないって。散らさなきゃやばいよ。遠距離に星飛ばしてくれないとね。GA ノベル5月の最新刊はシリーズ累計35万部突破、最強貴族さらなる高みへ、貴族転生5、恵まれた生まれから最強の力を得る。 GA ノベルは毎月15日頃発売。 GA ノベル。はい、というわけで作品のご紹介をしてまいりましたが、ここでそんな芋座八巻にちなんだ企画をお送りしたいと思います。こちら、知ったか京都マイスターチャレンジ。イエーイ、知ったかですよ。はい、まあ、今回八巻の舞台となる京都の知識についてクイズが今から出題されるとのことです。まあ、そのクイズに対してさも知っているかのようにドヤ顔でうんちくを披露していきます。これね、ドヤ顔が大事らしいから、あ、もう大丈夫ですね、いけますね。かわいい。こちら正解できた場合は京都にまつわるアイテムがもらえるそうですよ。嬉しい、ね。まあ、2人とも関東出身ですけれども、ね、ドヤ顔でドヤ顔でいきましょう、知ったかしましょう。はい。ではやっていきたいと思います。じゃあまずは鈴代からいきたいと思います。問題こちらです。お、武蔵坊弁慶が若丸と出会ったとされている五条大橋、弁慶はあるものを集めるために五条大橋にいました。それは一体何？A 刀、 B 着物、 C 小判。え、なんだろう、なんだろう。でも集められるものってことでしょ。もうじゃあこれフィーリングですかね。そうね、私だったらこれが欲しいっていう。私だったらこれが欲しい、うん、どれかな。行きたいと思います、はい。答えは、カメラこれで大丈夫ですかね。答えはまあ迷うけど、まあ欲望には逆らえないかなということで C。C になってんのかな。C。 お花咲いてたけど C。 回答は A の刀でございます。刀かい。なんか読まなくていいらしい。読まなくていいんだね。あ、なるほどね。読む読まなくていいや。読まなくていい、わかんない。とりあえず刀が欲しかったんだ。だから釘を作るために刀集めてたとも言われるし、偉いね。まあ、いろいろあるみたい。諸説諸説でした。はい。小判説もある。ないない、それは小判説ない。小判説ない。刀は固定。刀はいろいろある、ね、その理由は諸説。なるほどね。ではでは次は私が答えるのか。はい、はい。京都府内にある貴船神社は神社ではおなじみのあるものの発祥の地とされています。それは一体何？ A おみくじ、 B 閻魔、 C お守り。神社だってよ。でもね、神社でしょ。あ、でも全部神社関係してるわ。それはそうなんよ。でも、ね、ちょっと由来わからないけど神社の名前に船って入ってるから、ほう、なんかこう無事帰ってきますように的な感じかなってふと思ったので。ちゃんと理由があっていいね。 C の待って、間違えた。ドヤ顔で答えるんだった。はい、いきますね。答えは、そんなのも知らないの？ C だけど。はい、ありがとうございます。正解は違うの。そんなことも知らないの？ B のエマでした。これもなんか読まなくていいらしいですけど、ただ手馬というものを奉納したそうです。もともと生きてる馬奉納してたけど、その代わりなんだね。あ、だからエマって言うんだ。はえー、あ、じゃあ京都がそのエマのなんか発信源みたいな感じ。発信源発信源なんて言うの？ SNS やってるんですか？いきなりSNS やられてた。現代な感じになっちゃいましたけど。そうか、違かったか、じゃあちょっとどんどん行きましょう。やばい、このままじゃもらえないよ。そうです、やばいよ。はい、続いての問題です。はい、京都府はある食べ物の消費量が全国1位となっています。それは一体何？お米、 B パン、 C 焼きそば。なにこれ、食べ物の消費量。あ、もう分かった、これ行きたいと思います。はい、じゃあ
まあ今の中で、うん、お米とパン主食だよな、うん、だよな主食だよね一個だけちょっと仲間外れちゃんがいた。私はその子を救いたい。そうだった、し焼きそばも主食だけどなということで正解はこちらです。 B パンです。これもほら諸説パティーンだけど、ほんとだ、和菓子文化が発展する中で京都であんこが主流となっていて、その流れであんパンが流行したことでパンが定着したという説が。なるほどね。これじゃあ焼きそばの説はあ、ないですか。焼きそばパンではなかった、 そうなかった。その説ではなかった、まあ、焼きそばも主食だからね。そうですね、はい、では続いての問題ですね、はい、じゃあ京都にある醍醐寺では毎年2月にあるものを持ち上げるお祭りが開催されています。さてそのあるものとは一体何？2月これなんかでも普通に行ったらね、おみこしみたいな感じですけど、まあね、持ち上げる普通の自衛さんが出してくるかってないよな。絶対でもそれを見越してのっていうのもあるかもしれない。見越しだけに、そうさすがここまでの流れですよいいね、初回から飛ばしてるね、かっ飛ばしてます、はい、どれだろう。でも、うん、なんか2月にお餅はちょっとなんか1月で過ぎ去っちゃった感ない。あー確かに米俵かな。あどうだろう、お餅食べたい気もするけどね。ここで揺らすのチーム戦じゃないのあれよし行きます。いいですか、では答えは当たり前でしょ、 A だよすごい目かっぴらいしたけど、じゃあ答えは本当の答えは C お餅、ほらお餅こちら男性は150キロ、女性は90キロのお餅を両手で持ち上げた時間を競うもので、男性が15分以上持ち上げた餅だけにという記録があるそうです飛ばしてんなお餅なんだ、お餅なんだね。でそっか、持ち上げた後にみんなで美味しく食べる。あ、持ち上げるにかかってるってこと？そういうことよ、本当に、うん、そういう演技感じの諸説あるみたいですよ。諸説の一個申し上げます、適当なことを言いました。諸説です。そうこれ別にね、本当のことかわかんないんで、わかんない、自己責任ですね、はい、これ、もう一個いける、うまくいけます、いきましょう、はい、はい、ででん、京都には京団子なしという種類の梨が生産されています、うん、さて梨はどの時期に食べるのが一番食べ頃でしょうか、A 買ってすぐ、 B 冷蔵庫に入れて1週間後、 C 腐る直前。これ京都関係あります？あ、梨、京都にある梨、京都の梨はじゃあこうしなきゃいけないってことですか？いや全梨、全梨全梨か、全梨、全梨、梨大好きなんですよね。でもあ冷蔵庫はさ、スーパーで冷蔵庫に置いてあるの見たことないからさ。あ、確かに違うんじゃない？なんか梨って常温でも結構いける感じの雰囲気してますよね。常温のイメージあるけど、うん、とか言って B なのかな。え、これ さっき一緒に答えてもいいですか？じゃあこれは、お、どうする、どうする、どれがいいと思う？結構さ、冷やして美味しくなるのもあったりするよね。そうね、冷やすことでみたいなね。迷うなこれ、理由が思いつかないね。そう、思いつかない。フィーリングだとどこ？なんかなんとなくだけど、うん、意表をついて C。 それでいこう。本当に、うん、行こう。絶対間違ってたって今日精度率悪いよ。じゃあ A か B にしとくそうだね、 A か B にしとくか。じゃあ泊まりがかったら A、 私が勝ったら B、うん、OK、 最初はグッジャケっぽい、はい、行こうでしょ。しかった、泊まり、じゃあ A だ、はい、A、 じゃあせーの、せーの、A だよ。あー、 A 正解した。やった、買ってすぐ。梨は収穫後は熟成せず甘さが変わらない果物なので、早く食べないとどんどん鮮度が下がってしまいます。そうなんだ。買って冷やしたらすぐ食べるのが一番の食べ頃と言われています。なるほど。そうなんだ。じゃあ買ってまあ1日ぐらいパッとちょっと冷やして、うん、次の日の朝とかに食べるのがベストなんですかね。え、いいんですか？あー、ありがとうございます。いっぱいあるよね、これ全部。あ、いこう何のためのクイズよ。え、すごい、生八つ橋に、焼いた八つ橋に、これが金魚ゼリーだって。わっ、かわいい、かわいい。2匹おって、おって、ね、ニッキ貝、ニッキ貝、これなんか中になんか甘いのが入ってるみたいで、すごい。そしてラムネか、あとわらび餅と、これはラムネ。この中から1個選べというのか。どれだ、どれにする？1人1ついいんですか？いいんですか？生八つ橋食べたい。あ、生八つ橋にしようじゃん。やったー、ありがとう、うわー、
じゃあちょっと私どうしよう、あ、焼いてある八つ橋も食べたいけど金魚ゼリー気になるな。金魚ゼリー、じゃあ金魚ゼリーいただきます。いただきます。ありがとうございます。ありがとうございます。一問しか正解してないのにありがとうございます。優しいです。はい、ということで、まあ、ドヤ顔も満載でしたね、うん。まあ、今日のね、この京都の問題が、うん、芋座の本編の方でゴースト先生が入れるのか入れないのか分かんないですけれども、先輩、まあ、梨はいつ食べますみたいな絶対ないじゃん絶対ないけど、絶対ないよ、ね、ぜひそんなところもあるのかないのか、ぜひ手に取って確かめてみてください、はい。また私たちガンガン GA チャンネルさんとは別でね、うざラジ、あの、うん、芋座のラジオとかもやっておりますので、そちらのチェックもよろしくお願いいたします。ぜひ聞いてみてください。ということで今月は引きこもり吸血鬼のモンモン、友達の妹が俺にだけうざいをご紹介していきました。ぜひ、こちら合わせてよろしくお願いいたします。お願いします。以上ガンガン GA ピックアップコンテンツでした。 Once upon a time, in a faraway land, there lived a prince, a genius prince. The genius prince fought alongside his people and led them to a great many triumphsHowever, truth be told, he just wants to let everything go and live in tranquility. 国、高く売れねえかな。ここからはお知らせコーナーです。今回はお知らせを読んでいる間、まあ、一人がお知らせをしている間にもう一人がお題として出されたものをイラストにします。はい、そしてお知らせの読み終わりで何を書いているか当てていきますということで、絵を、じゃあまずは私がお知らせをするのでともりに絵を描いてもらいます。レッツ。絵はどう？自信ありますよ。ほ、踊りました。あります。じゃあ早速いきたいと思いますよ。いさっすっす。です。まずはガンガン GA のお知らせです。まず現在発売中となる新作タイトルですが、今月は甘くて淡くてじれったい S 級美少女との理想の日々が始まる。痴漢されそうになっている S 級美少女を助けたら隣の席の幼馴染だった第1巻。そしてシリーズ累計34万部突破、最強の12歳が無双統治、貴族転生、恵まれた生まれから最強の力を得る第3巻。お、なんかすごいいい感じなんですけど。いって感じだよ。食べて飲んで時々トラブル、いろいろ限界突破なハーレム生活、ゆるふわ農家の文字化けスキル、異世界でカタログ通販やってます第3巻。そして完璧王女、万年 D ランクの中年冒険者、酔った勢いで伝説の剣を引っこ抜く第5巻。メイド服満載、文化祭編スタート、リアルのヒロインはいりません第11巻。まだありますよ。スライムの能力のおかげで超高難度クエストを楽々クリア、ベテラン冒険者驚愕、転生賢者の異世界ライフ、第二の職業を得て世界最強になりました第12巻が発売中です。終わっちゃった。終わっちゃった、早くないですか？え、ちょっと私まだ終わってないですけども。じゃあよいしょ、よろしくお願いします。よいしょ。ガンガン GA では他にもこちらの作品を連載しております。よいしょ。こちらですよ。よいしょ。それはい。ますます作品が充実するガンガン GA はガンガンオンラインと漫画アップで同時展開中、ぜひ覗きに来てください。次に漫画アップのお知らせです。どどん。いいんだよ、足しても周りに足すね。君のスマホにエンタメアップ、スクエアエニックス全種の名作新作300タイトル以上を基本無料で毎日配信する最強の漫画アプリ、その名も漫画アップ。腐女子×公爵のラブロマンス、メガネ公爵の初恋と地味霊嬢の腐れ観察日記、そして
異形ダークファンタジー大敗キサナドゥの2作品のオリジナル新連載がスタートしております、うん、またオリジナル連載より以下の作品が発売中となります。ここでーす。まーす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 おーいや、はい、まだアプリをダウンロードしていない君は今すぐ漫画アップで検索、ダウンロードして作品を見てみてくださいね。よろしくお願いします。続いてガンガンオンラインのお知らせです。おーいや、今月のガンガンオンライン新連載は筋肉紳士とお嬢様の一途な恋物語、まあ、そう破談からよろしくお願いいたしますが5月2日より連載中、ぜひガンガンオンラインをチェックしてみてくださいね。ということで、はい、私からのお知らせは以上です。はい、楠木さん書けましたね。書けました。はい、ありがとうございます、はい、最後はねちゃちゃたくさん入れてもらって、ではこれは私が当てるんですよね、何を書いたか、はい、じゃあお願いします。私が書いた絵こちらです。ドン侍正解。うまくない？うまい。正解だよ、よかった。中にして、え、うまい。いい感じじゃない？ちょっと坂本龍馬み出ちゃったけど、出てる出てる、いい感じだと思う。しかもなんか月となんかこのね雲みたいな感じとか、サミがもうちょっと描いていいよって言ったから、ありがとう、周りの雲と月描き出してみた。めちゃくちゃいい。眉がいいでしょ、眉毛いい、なんか全身なんか表情がなんだろう、いいでしょ、何の後だろうって感じですね。いい感じに、あれかな、あの刀をもらった後ですかね、あの橋で、あの橋で、あの橋でね。これ釘にするの、これ、あ、そう、釘にあ、それこのかっこいいの、すごいな、すごい当てられました、よかった、やった、うまい。ではでは、じゃあ次私が読んでいきますので、はい、お願いします。書いててくださいね。続いて私からは、ヤンちょっとうるさいですよ、ヤンガンインフォメーションです。5月21日発売のナンバー11にて金田一連十郎先生が描くラうるさいよ。だって金田一連十郎先生が描くラブコメディーララララが最終回を迎えます。結婚から始まった夫婦生活、仕事も家庭も新たなステップに、感動の大団円をお見逃しなく。以上、ヤンガンインフォメーションでした。最後に、もう最後ですよ、え、早い早い、ちょっとこれ配分おかしくないですか、最後に。それはちょっと思った。最後に、GA レーベルからお知らせです。まずは新刊情報から。今月の GA 文庫は人気作続刊5点が登場しております。こちらです。なんだろう、いやい、はい、続きまして今月の GA ノベルはこちらが登場。ルル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 ルいいですか、続きって。また、はい、こちらの特装版が予約受付中となります。こちらですよ。どうしようかな。どの作品もぜひぜひチェックしてみてください。続きましてメディアミックス情報です。どうしたらいいのか、私、絶賛テレビアニメが放送中。何が起きてるの、これ。難しいよ。難しいの、何がどう難しいの。難しい。侍より難しいの。難しいですよね、本当に。ちょっと期待ですね。大丈夫かな。はい、続きましてメディアミックス情報です。絶賛テレビアニメが放送中のスライム倒して300年の放送配信情報を今月もお伝えいたします。こちらですね。なんか違う気がするな。まあでもこんなもんか。土曜日の夜ですね、はい、ぜひご覧ください。スライム倒して300年商品情報もお届けしちゃいます。聞いてないでしょ。聞いてないでしょ、ね、ちゃんと言わなきゃと思って。そうね、あずさ役ゆうきあおいさんが歌うオープニングテーマ、うん、グダフはエブリデイスね、が発売中です。はい、そしてフラットルテ役脇あずみさんが歌うエンディングテーマビューティフルデイズ、ビューティフルデイズ、はい、こちら6月16日水曜日に発売予定です。もちろんブルーレイも発売されます。上巻は6月30日、下巻が7月28日にそれぞれ発売予定です。特典などの詳しい情報はアニメ公式ホームページをご覧ください。よろしくお願いします。はい、番組ではこれからもアニメやドラマ CD などなど様々な情報をお伝えしていきます。ぜひ毎月お楽しみに。以上 GA レベル情報でした。ということで、はい、私からお知らせ以上なんですけど、書き終わりました？だいぶ苦戦されてましたけど、ずっと、はい、そんな違くないよ、これ。結構難しいよ、これ。でもね、ともりには伝わってほしい。
と思います。では、はい、私の作品はこちらです。ドン。おいしい、おいしい。待って、鳥。これどうです、結構良くないですか。鳥、言いたいことは分かるって。ご飯、卵、鍋。ほら、これしかないよ。卵雑炊。違う。え、もう一声。ちゃんとほら、このさ、ここら辺のさ、ご飯と、これは、うん、ご飯タレでさ、卵かけご飯。あーん。そうするとこれの意味がほら、これ何、何が入ってるの。え、あれだよ、どれ。何、あの、海外の人も好きだよ。海外の人も好き、すき焼き。はっ、好き、正解。すき焼き、すき焼きだったのね。すき焼きどうやって書く。すき焼きだったよ。え、そんなすぐ書ける。また書いてみよう。じゃあすき焼きでしょ。じゃあ龍馬さんが食べてるすき焼きみたいな。いやでもすき焼きってさ、うん、なんかさ、うん、伝わればいいんでしょ。そう、鍋書いて、うん、あ、鍋って、そっか、ここ取ってつければよかったのか。星書くやん。あ、そっか、星と、え、なんでそんなサラサラかけんの。ネギとか。すき焼き食べたくなってきましたね。しいたけとか。しいたけ書いてたよね。書いた書いた。伝わった。書いてた書いた。で、ここに鶏皿があって、うん、ここには卵が入りますよって。鍋ですねって。これ伝わんないかな、わかんない、私も伝わんない気がする。見してよ。あー、なんか工程みたい、すき焼き作る。そうそう、でもそうすると牛さんがちょっとかわいそう。顔描いちゃったからね。顔描いちゃったからね。いやー、全くもうって感じですね。料理は難しいね、色がないと、ね、もう。一回スルーしちゃったよ。まだまだですね。ま、ま、ま、すき焼き。あー。というわけでお知らせは以上です。まあ、イラスト力上げていきたいです。はい、はい、ということで以上お知らせコーナーでした。君のスマホにエンタメアップ、スクエアエニックス全紙の名作、新作300タイトル以上を基本無料で毎日配信する最強の漫画アプリ、その名もマンガアップ。今月はメガネ公爵の初恋とジミレイ城の腐れ観察日記、大敗キサナドゥ、こちらの2作品が新連載スタート。まだアプリをダウンロードしていない君は今すぐ漫画アップで検索。漫画アップ。ということで、鈴代とクスノキのガンガン GA チャンネル、あっという間にエンディングのお時間でございます。もう、なんの、早かったね。さっき喋り始めたばっかやった。もうなんだよ。もうなんだ、もう終わりなの。終わりなの。もう3本ぐらい撮らん。3本それはなかなか結構な尺ですからね、これね。そっか。まあでもね、まあ、担当になって初の GA チャンネルでしたけれども、うん、いかがでした。でも一回そのイモーザスペシャルがあったから、うんうん、結構リラックスして楽しく、ね、できた気がする。なんか本当に自由に ねうざくやらせてもらってすいません。まあ、でも一応これはね、イモーザとはまたちょっとなんだろう ね、うん、こう住み分けって感じだとは思うんですけれども、ちょっとまあうざさがにじみ出ちゃってるのはちょっと出ちゃったね。ちょっとまあそれはしょうがないということで、あとは気負わずにスワイプできるように。そうだね、ちょっと次からは。そうね、もう次からはもう今までなんかスワイプ、スワイプね、スワイプ、うん、スワイプ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 、もう滑らかみたいな、これぐらい滑らかに、滑らかにお送りしていきたい。手首しっかりね。はい、だから今日までですよ、この
ぎこちないスワイプが見える。そうそうそう。もう次からはもうおしとやかにそうですね。ってやりますね。はい、やるので、うん、はい、ぜひね次の時も見ていただけたらと思います。はい、お願いいたします。ということで次回もよろしくお願いいたします。ここまでのお相手は鈴代さゆみと楠木ともりでした。次回も楽しいページめくりになりますように。せーの、スワイプスワイプ。このまま時は過ぎて移ろいでゆくとしても忘れない巡り合えたこと。鈴代と楠木のガンガン GA チャンネル。この番組はガンガン GA と漫画アップ、ご覧のスポンサーの提供でお送りいたしました。